さんこんにちは、ちょっともランチェンです。さあ、いつも私のチャンネルへ来てくださってありがとうございます。そして初見の皆さん、はじめまして、私はですね、京都北部福知山で観賞魚店を営んでおります、京都の金魚彦店長と申します。どうも。はい、そしてですね、私はですね、 YouTube を通して金魚ランチはもちろん鉄道模型、バイク、まあ、そういったね、ちょっと楽しい動画配信中です。もしよかったら高評価、そしてチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。はい、そしてですね、今回の動画の内容になるんですけども、彦店長の金魚屋さん日記第5弾ということで、期間はですね、4月の20日水曜日から4月の26日の火曜日の1週間の飼育記録の方をお届けしたいと思います。それでは皆さん、動画の方ご覧ください。どうぞ。はい、本日4月20日水曜日、ただいまの時刻は、17時、12分でございまして、お天気は晴れということで、はい、昨日に続きね、今日もランチ日和の一日でしてね、気温はね、昨日よりもちょっと高くなりましてね、急ぎすだれしたりとか、お昼間ね、バタバタと温度調整の方、温度管理の方しておりました。そして今のですね、ハウスの中の気温はと言いますと、はいはい、来ました、今25度ぐらいありますね。はい、暑いです。今もね、西日がカーッとね、顔に当たってね、ちょっとピリッとするような感じです。はい、それではね、今日の、日記なんですけども、昨日ね、言っておりました通り、この奥にね、おりました稚魚ちゃんの、半分を、こっちの手前の池に連れてきまして、そして秘密のお団子を、スタートさせました。ちょっとね、お団子のやり方とかね、少し短いですけども、簡単にちょっと説明していきたいと思います。はい、それではですね、秘密のお団子ちゃんの、与え方、あげ方なんですけども、まずはですね、彦店長特製秘密のお団子をですね、用意します。はい、こちらの作り方はですね、以前に YouTube の動画の方で、ご紹介させていただきましたので、そちらの方をご覧いただいたら嬉しいです。はい、とまあね、そして、まあ、お団子ちゃんあります。そしてですね、稚魚ね、魚のサイズ的にはやっぱね、2センチぐらいになって、まあ、ハリコの自分にお団子あげるとね、ちょっと食べれないんで、食べにくいですね。なんでやっぱ稚魚ぐらいの大きさになってからあげるのがおすすめです。はい、このね、お団子ちゃん丸々1個ですね、これをこうポチャンと、まあ、落とすかみたいなね、落とさないんですよね。魚にあげるときは、その魚がおるところに餌をあげます。だからこれをね、まあ、例えばこう苗も折れへんところにこうポトンと、まあ、真ん中にあげようとか、まあ、適当にそこらへんあげようとか思っても、やっぱ魚ってこうピンと来てくれへんでしょ。だからこうやって折るところにね、これをちっちゃくちょっとちぎって、ほんまちっちゃくして、でこうやって魚が折るところに落としてあげる。あそこよけんなとか、よいしょ、こういうふうに四隅にね、ちょっとおるんで、だから塊であげない。これはまだね、今日あげたとこどこですし、これがあの餌かどうかもまだ分かれへんのでしょうね、この子らは。ちょっとエアのわーってやってるところも、よいしょ、ちょっと分かりやすくちょっとエアあげますね。はい、こんな感じにですね、まあ、とにかく、まあ、この稚魚とかそういう搭載に限らずですね、魚に餌あげるときは魚がおる場所に、目の前に用意してあげると、まあ、私たちもそうですよね。やっぱこうラーメン屋さんも、私ラーメン好きなんであれなんですけども、ラーメン屋さん行って、ラーメン一つ言って、ほんでまだかなーってワクワクしてお腹もペコペコですやん。なんですけど、そのね、届いたラーメンがやっぱこう目の前に来たら、うわーいただきますってなりますやん。もうすぐ食べよう思って。ですけど、そのね、私が頼んだラーメンがなんか2メートル先とか3メートル先とか、またはね、なんかあのテーブルなんか3つ先とか違うとこ運ばれたら食べれないじゃないですか、やっぱりね。あれ、私食べていいんかなとか言って、やっぱりあの目の前に用意されたら、あ、食べようってなりますけど、やっぱ離れるとピンとこないもんですから、まあその心理と私いつもね言うんですけども、餌のやるときはもう目の前に用意してやる。でこうやってね、喋った間にもこうちょっとね、つついてくれてる子も何ぼかおりますしね。はい、という感じですね、秘密のお団子ちゃんのあげ方、まあちょっとサクッとね、
お伝えさせていただきました、ご紹介させていただきました。はい、まあ、ほんまにね、さっき言ったみたいに、あの別に当歳やからとかそんなやしに、まあ、の当歳2歳親でも、あのやっぱね、餌はもう目の前に、分かるように与えてあげるってね、あげてあげるね。私のね、可愛い愛犬のコウタちゃんにも、あ、コウタちゃんよしよしママできたで言って、はいどうぞみたいにあげるじゃないですか。はい、という感じでね、いろいろお話ありますけども、とりあえず本日から、こちら毎日動画撮ってるね、稚魚軍団ちゃんたちに、秘密横断をスタートしたという、今日の日誌の内容でございました。またですね、秘密横断を食べてシュリンプ食べてコペポア食べてって言ってね、1週間ぐらいしたらこう体格もですね、またこう一段とこうムチッとしてってね、いい感じになると思います。はい、ということで今日の記録は以上でございます。ではまた明日。はい、本日4月21日木曜日、ただいまの時刻は20時5分でございます。そしてお天気は雨ということで、はい、今日はですね、午後入り、お昼過ぎてからね、ポロ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 雨降りまして、もう今はね、もうジャーっとね、もう本降りでございます。しっかりね、雨降ってます。そしてね、やっぱこう雨の日といったらね、やっぱ水がね、こうやっぱね、傷みやすい日ですね、いいですね、というかね、私もこう長く近所ね、ランチを凍ってるんですけども、やっぱこう雨の日ってね、あの晴れてる日みたいな、こうキレッキレの、もうバキバキの水っていうよりかは、魚は元気なんですよ。魚はいつも通りなんですけども、ちょっと水がこうめちゃっとした感じでね、なってしまうっていうのは、もうなんでなんかな、いつでもね、あの思うんでしょうね、湿度の問題なのか、なんかよくわからないんですけど、私そういうのは天気予報士でも何でもないんでわからないんですけども、まあ、経験上ね、やっぱこう天気の悪い日、雨の日は水がちょっとね、潰れやすいとかと思いますんで、まあ、今日もですね、当歳2歳親と、みんなですね、大体まあいつもよりか、天気のいい日よりかちょっと気持ち餌、少なめにしてね、しております。はい、じゃあね、いつも通り、ちょっと当歳稚魚軍団の方の様子見ていきたいと思います。はい、それじゃあいつも通り飼育ハウスの、気温から見ていきましょう。ただいま21度ほどあります。そして南中欄の、水温は、はい、25度とね、ヒーターですね、100ワット1本になりましたけど、温度しっかり保てれております。はい、それではね、先ほど水替えも完了しまして、今ね、シュリンプの方をあげております。まあ、今日もちょっとね、雨続きますし、これからもお団子ちゃんはね、また明日朝起きてからあげたいと思います。これからの時間はね、寝るまではちょっとシュリンプとコペポーザでいきたいと思います。はい、魚の方もね、いい感じです。調子いいですね、バッチリ。昨日からね、お団子ちゃんの方始まりましたけども、もう今となっちゃね、もうお団子ちゃんも、あれは食べ物だってね、ちょっと分かるようになって、みんなでね、こうバーっと、すぐね、すぐって言ってもちょっと時間かかりますけど、昨日よりかは早い段階気づいて、むしゃむしゃむしゃと食べてくれるようになりました。そして、今ですね、そう、もう阪神が追いつかれちゃいましたね。なんてこった。はい、まあ阪神はいつも通りです。まあそれも置いといて、動画の続き撮ってきます。第二養魚場の稚魚ちゃんも調子いい感じです。こちらのクラス分けも始めました。はい、ということでですね、第二養魚場の方も、分ける作業しておりまして、もうね、池一面に、稚魚ちゃんたちがおりましてね、まあなかなかね、時間もかかるんですけど、まあ丁寧にね、見ていきたいと思っております。そしてね、やっぱうちのね、うちのねってあれなんですけども、
たくさんもう池にみちみちに魚がおってもですね、もう元気なんですよね。やっぱこうこまめにお掃除してあげたり、お水が悪かったらちょっと水抜いて半分変えてあげたりとかね、そういうことをしてあげるとたくさんね池に魚がいても元気で病気もせんと、過ごしてくれますよ。はい、ということで第二夜の様子はこんな感じで順調です。はい、ということで今日の記録は以上になります。それではまた明日。はい、本日4月22日金曜日、ただいま時刻22時22分、おぞろめですね、フィーバーでございます、そしてお天気は晴れということですね。いやいやいや、今日もね搭載たちのね記録取っていくんですけども、なんでバット持ってるかって、そうなんですよ、よくぞ聞いてくれました。今日は阪神が勝ちましてね、もうそれはそれはね、もう気分がいいんですよもう青柳投手のね安心した投げ、ロハスジュニア選手のもうスリーランホームラン、わーもう来たーって思いました。そしてもうまあまあいつも通り行きましょうか。そしたらですね、ただいまの飼育ハウスの気温は18度、20度あるんかな、18度ですね、そんなもんでございます。はい、じゃあね早速ね消灯前のランジュ出した姿ちょっと見ていきましょう。はい、それじゃあね、ちょっといつも撮ってる子たちの池の前におるんですけども、この板、ね、波板なんですけども、こちらの方でね、ちょっとさらっとお話あるんですけども、やっぱね、もう晩はというかね、あれですね、もう夕方、にはね、もう板バーっとして、温度がね、下がらんようにも蓋して飼育しております。もうね、4月は初めみたいに、ね、冷えて込んでくるということはないんで、もうアルミシートとかしませんけども、やっぱ波板は、してあげんとね、やっぱ温度が、こちらの施設は保持ちにくいんで、ですからね、こちら の板してるだけで、100ワットのヒーター1本でも、まあ、大体25度はね保っていけるようになっております。はい、じゃあね、ほんまに25度あるかね、ちょっと見ましょうか。お邪魔します。よいしょー、ということで、はい、大体25度ありますね、バッチリでございます。はい、じゃあね、温度も見ましたし、魚の様子も、見ていきたいと思います。いつものようにですね、水替えの方してあげました、そしてね、もうあと電気してあげるだけなんですけども、魚たちね、今もなんかこう餌が欲しそうにこう元気に泳いでおりますけども、もうね、消灯1時間前に1回ねシュリンプ落としましたんで、まあもうこれで終わりたいと思います。また明日ね朝起きて、ブライン上げて、次はお団子というね手順で、順番でね、餌あげたいと思います。はい、ではね、今日も元気な京子愛ちゃんたちでございました。さあ、私もですね、阪神も勝ってね、ほこほこですし、もう一回ね、ロハスジュニア選手のね、スリーランを見てから、ちょっとね、ラトキッチャーナーと遊んでから、私もですね、お休みしたいと思います。ということで、今日の記録は以上になります。また明日。はい、本日4月23日土曜日、ただいま時刻22時28分、今日お天気は曇りということですね。まあ今日はですね、朝一からちょっと第二養魚場の方に行ってきましたので、早速そちらの方ね、映像をご覧いただきたいと思います。それでは第二養魚場へゴー。はい、それではですね、第二養魚場の方にやってきました。ではね、ちょっといつもね動画回して撮ってる、子たちの兄弟ね、こっち半分来てるんですけど、ちょっと見てください。チャララ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 ー、状態もバッチリね、もう魚も元気ですけど、見てください、この水がデキデキに出来上がっていると。こんだけの数のね、やっぱ魚こう取って餌撒いてって言ったら、もうなかなかやっぱ水がね、どうしてもこう汚れやすかったりとするんですけども、もう徹底管理やね、もうもうほんまにびっくりするねやっぱね、この水の木でいいですよ、もう魚も元気、水も元気ときましたね、最高です。
はい、そしてですね、昨日ね、この子たちなんですけども、クラス分け、手にしてあげました。まあ、魚ね、こうパッと見た感じですけども、なかなかちょっと成績優秀かなっていう感じですよね。ねえって自分で作った父さん褒めとったんではないんですけども、まあ、まあ、あれやね、見たらこう S クラスかなみたいなね、夢が詰まってますね、やっぱりね。はい、ということでね、順調にうまくいっている大名城からでした。それでは中継は以上です。さて、ちょっとたまらん店に帰るぞ。じゃあ、よいしょーということで、帰ってきました。はい、帰ってからだいぶ、時間経ってますけども、まあまあ、ね、あちらの養魚の魚たちもですけどね、いつも取っている子たちの様子も、今日も取っていきたいと思います。はい、それじゃあね、飼育ハウスのただいまの気温はよいしょ18度、そして水温の方は、はい、ただいまの水温は 24.5 度ということになっております。はい、そしてですね、こちらの池の子たちもですね、まあ元気で、今日もお団子ちゃんシュリンプとね食べて、過ごしておりました。水替えの方をですね、ちょっと張り切って魚たちをですね拾って、きれいにね、苔もお掃除して、汚れも取ってあげてね、してあげました。ピカピカのお水の中ね、魚たちが泳いでおります。はい、ということでね、お店の魚たちも、第二養魚場の魚たちもみんな順調に育っております。はい、ということで今日の記録は以上になります。また明日。はい、それでは、本日4月24日日曜日、ただいま時刻4時43分ということでですね、さあね、今日も張り切って稚魚軍団たちと2匹取っていきます。稚魚ちゃーん、稚魚ちゃん軍団、 S クラス軍団はい、今日もね、しっかり餌食べてね、はい、絶好調、いい感じでございます。ほんまに粒揃いですね。はい、さっきからね、まあ、粒揃いがええ言ってるんですけども、何がええかちょっとね、ザクッとね、すくって見ていきましょう。はい、よいしょ、まあ、もうこういう風にね、パッとすぐて、ほら、子特別ちっちゃい子もおれへんし、大きい子もいないね。ちょうどみんな右から左まで同じ大きさでね、これがいいんですよ。ですから、その、やっぱね、こんだけ幼稚おったら、まあ私もブリードやってる中で、まあ思ってたんですけども、やっぱちょっと食いが遅い子とか、まあガツガツ食べる子らって、やっぱこう私らと一緒でこういろんな子がおるんですけども、さっきバー食べる子が食べきった後にでも、ちゃんとこうちっちゃくて遅い食べる子も餌がやれてるっていうね。だからこういうふうに、まあ粒揃いの魚の飼育方法っていうのは、まあいいんですよね。それでは本店の方へ、わーく、よい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 よ、わーんと店長帰ってきました。はい、昨日はね、飛んで帰ってきましたが、今日はワープして帰ってきました。店長イリュージョンということでね、はい、まあ、その話は置いといてですね、第二養魚場での、まあ、魚の餌やりとか大きさについてなんですけども、やっぱね、餌がやれてるかどうか、ちゃんとあげれてるかどうかっていうのはですね、やっぱ魚の大きさ、見ますね。今、まあ、ケゴとかハリコの時でしたら、まあ、お腹の中がね、見えますんで、ブラインがちゃんと入ってますねと、色が見えたんで確認できたんですけども、コンスンとかになってくると、やっぱね、魚の大きさがバラバラになるようでしたら、まあ、ちょっと餌やりがうまいこといってないかなっていう感じじゃないでしょうか。私はね、そういう風に見て、まあ、餌のねやり方を、やってるんですけども、やっぱこうパッと見た時にこうほぼほぼ均一、ましてはね、同じ日に立った卵とかでしたら、やっぱりもう大きさがね、ばらつきが出るということは、まあ、やっぱ餌やりがちょっとまずいかなという形ですね。それは生まれた日にちがちょっとね、何日かずれてるとか、まあ、池がね、ないから、まあ、みんな一緒に飼ってるとか、まあ、それやったらまだ分かりますけども、やっぱ同日に生まれて帰った子とかやったら、やっぱり、ね、あんまり
あまりというかね、極端に大きい子とか細い子、ちっちゃい子がおるっていうのは、まあ、ちょっと微妙な感じかなと思いますね。はい、ということで、さんのお話をね、ありますけども、まあ、とりあえず毎日撮ってる子たちの、様子を見ていきましょう。はい、それではね、とりあえずいつもハウスの気温からということで、ただいまの気温22度ありますね。そして水温の方は、はい、25度バッチリでございます。はい、ということでね、今日も元気な京子ちゃんたちでございます。まあ、ちょっとね、こうやって引いて、見たときにですね、まあ、極端に大きい子もいなきゃ、まあ、極端に小さい子もいないというね、感じで、まあ、今のところここの池も、ね、粒揃いじゃないでしょうか。ね、まあ、私もね、ほんまにね、偉そうにいろいろ言ってますけども、毎日ドキドキのね、飼育をしております。もうこの先ね、どうなるかなとか、自分をね、まあ、楽しみもあり、まあ、不安もありでね、いろいろやっております。ということで、今日の記録は以上です。また明日。はい、本日4月25日月曜日、ただいまの時刻18時51分ということで、お天気は晴れ、そして気温見てください、30度ということで、あ、今はね30度ありませんけど、まあ、この今日の福知山市の最高気温ということでね、いやーもうほんまにね、天気でしたね。もう普通にね、こうヤフーのね、ニュースとかでもね、こう書いてあるんですけども、全国的に気温が上がっており、沖縄、西日本では30度をね、超えたところもありましたということで、いやー、ほんまに、あとセミが鳴いたら完璧夏やっていうようなね、感じのお天気、一日でございました。しかしね、こんだけ、ね、真夏日やなんや、天気や言うても明日で雨 100% ということで、ほんまかいな思いましたけども、ほんまなんですよ。これ見てください、明日ね、ここほら雨マークついてるでしょ。しかもね、今日は30度日中で明日23度というね、最高気温が予報なんですけども、やっぱこう今の時期らしいですよね。だーって暑い日があったり、そこはまたね、5度も6度もこう低くなっていって、バー下がっていったりとか言ってね、こういう時に、まあ、ほんまにね、何を一番気をつけなあかんかっていうのは、ほんま水です。水質管理をほんまに気をつけて、せなあきません。ちょっとしたね、魚のサインとか水のサインを逃さんように、飼育をですね、本当にバッチリもうしていかんと、病気になったりとかしやすいんでね。はい、ということで、まあまあちょっと私もここのとこね、2、3日かけてそういう、まあ、池の準備とかをしましたので、そちらの方をちょっと見ていただきたいと思います。はい、それじゃあね、いつも通りとりあえず飼育ハウスの温度からということで、ただいま24度25度ぐらいありますね。はい、そして水温の方は、はい、25度バッチリということで、今日はですね、まあ、さっきも言った通り、今も気温がですね、まあ、25度ありますし、ハウスもね、いつもでしたら両横閉めて、もここも蓋閉めてるんですけども、まあ、もうちょっとね、晩も暖かそうというか、ちょっとね、ムシッとしてますんで、もうちょっとどっぷりね、日が暮れてから、両サイド閉めてあげようかなと思います。閉めるのはもうちょっと、ハウスの中に気温がどうなるかで、まあ、ちょっと加減してね、閉めてあげたいと思います。はい、ということでですね、まあ、先ほどもお話ししたんですけども、これから、まあ、ゴールデンウィークね、もういよいよ、目前になってきましたし、ここから5月にかけて、まあ、どういう感じでね、魚を気をつけていったらいいか、まあ、それに伴い、まあ、どこをどう変えてきたかっていうお話をしていきたいと思います。はい、それじゃあね、どこが変わったかと言いますと、とりあえずですね、エア2つから3つに、してあげました。こことこことここね、あとは水量をだいたい2センチから3センチぐらいちょっとね、増やしてあげました。他のところはね、とりあえず、25度の設定、温度ヒーターね、設定と使用の 0.02% は変わりません。水質悪化、それに伴いやっぱね、金魚が、病気になってしまう、まあ、赤斑病ね、こうなんて言ったらいいですかね、
脇とかこう付け根とかね、尾っぽの付け根とか、こう腹びれの金魚とか、ましてやひどくなったとこをこうとかして、エラがね真っ赤っかに腫れ上がってとか言ってね、すごくこうひどい、こうやって痛々しくこう感じになるんですけども、その赤斑病とか水質悪化になるね、病気にほんま気をつけていかなあきません。でもう前ですけどね、そういう、まあ、この時期にやっぱ赤斑病にしてしまった頃とか私も実際ありました。今はねもうすっかりありませんけども、なんでやろうなと、何が違うかなっていうことを、まあ、日誌とか記録とか、あの天気とかこういろいろ見た時に、あ、ここが違うんやって私は思ったんですよ。でそこを変えてから、あの魚が病気にならんと、あの無事にね、あのこの4月末、まあ、ゴールデンウィーク明けて5月いっぱいね、行けるようになりましてね、はい、もうほんまにこっからがそういう勝負時なんですよ。うん、でからまだ魚が小さい時とかって言ったらね、まあ、そんなに、時期的にも、まあ、飼育言ってもあれなんですけどね、やっぱここです、やっぱ温度差、今日でもそうですよ、あのめっちゃ真夏日ですよ、明日も雨じゃじゃかぶりですよとか、だからやっぱり水質悪化いうのはそういうところからね、考えられるんかなってね自分は思っております。ということで、まあ、そうやってエアを増やしたりとか、水質を水量をちょっと上げたりとかね、そういうことをしております。はい、ということでですね、まあ、今日も動画ちょっと長くなったんですけども、まあ、ほんまにですね、私がこの4月末からこの5月いっぱいまでね、一番気をつけることっていうのが、その赤斑病ね、赤斑病とか、まあ、私水あたり病って言うて、あの普段おるんですけども、はい、ということで、まあ、そういうのをですね、もう先、手を打ってやるっていうのがですね、大事じゃないかなと思います。でか自分とこの、池 の、まあ、あの四季折より、まあ、1月から12月、どういったあの様子になるかというのをですね、まあ、本来私も記録つけたりとデータ取ったりとか、しておりますし、自分とこの池の、弱点とかね、あのええとこ悪いとことかよう知ってると、あのそういう、まあ、難関も乗り越えれるっていう感じですね。はい、ということで、ほんまに私も、まあ、そういうこと気をつけて、まあ、ついうっかりとかならんようにね頑張っていきたいと思います。ということで今日の記録は以上です。また明日。はい、本日4月26日火曜日、ただいま時刻8時ちょうど20時ちょうどなっております。お天気は雨、そして最高気温は24度ということで、昨日よりマイナス6度、低い予報じゃない、あの低いね気温になりました。そうなんですよ、今日の朝し京都新聞さんニュース見た時に、昨日ね私熱々言ってましたけども、ほんまやって、あの福知山駅ねすぐ近所なんですけども、そこの周辺が 29.9 度で7月並みの、ね夏日でした。ほんまにそうやったんですよ。ですけどね、今日はもう朝からどんよりとした雲なのね、雲があって、ほんでもう11時頃になっても風ビュービュー吹いて、でも雨ジョバー降ってきてって言ってね、ほんでもうその時にねちょっと、もうね、あのおやらももうそろそろ終わりなんですけども、卵ちょっと、産む子はちょパラパラって産んだりとかしてね、もう池洗ってってバタバタする時にもう土砂降りなんかちょっとおったんですけどもはい、ということで、いろいろ私のね校舎も長くなりましたけども、今日の魚の方見ていきたいと思います。それでとりあえずいつも通りハウスの気温からということで、ただいまの気温24度あります。そして水温の方は、はい、25度バッチリでございます。はい、そしてですね、もうお団子のこの杭を見てくださいって言おうと思ったんですけども、私がこういろいろ喋った間に全部食べちゃったんです。ちょっと名残でここら辺にみんな集まってるんですけども、いやいやほんま食欲旺盛でね、はい、まあ私に似たのかな、まあそんなことは置いといて、いやいややっぱりね、この杭を見ていただきましょう。すごいでしょ、もうお団子が多分真ん中に中心にあるんですけどね、もう魚がすごい群がって分かりません、もうみんな競争ですもん、これはもう秘密のお団子大人気でね、はい、よかったよかった、今ではすっかりねこんなに食べてくれるようになりました。これで現在の餌やりはですね、まあ、初期飼料から始まる、ブラインシュリンプ、それにコペポーダ、プラスお秘密のお団子という形になりましたね。はい、
また青子ぐらいになって、でもうあと一回りぐらいになってくる、大きくなってくるとまた赤虫を刻んだとかね、そういうのも始めていきたいと思いますけども、まだね青子ではありませんので、ちょっとお団子、シュリンプ、コペポーダで頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、まあ魚をまたね、先週よりかはまた一回り大きくなってしっかりしてきましたし、また池の方を分けたりね、ちょっとクラス分けの方も近々やっていきたいと思います。はい、ということでね、本日の可愛い稚魚ちゃんたちの姿ご覧いただきました。それでは今日の記録は以上になります。サクッと終わりますけども、また明日。はい、皆さんいかがだったでしょうか。第二養魚場のね、稚魚軍団たちも、ね、順調にいい感じに育っておりますし、秘密のお団子を食べる、ね、子たちはもう今ではすっかりね団子好きになっておりますしね、嬉しいですね。あんだけわー食べてくれたら、一生懸命作った甲斐もあります。それではね、また1週間かけて次の段階にね、踏めるよう頑張っていく姿勢張り切っていきたいと思います。それでは今日のお話はこの辺で、ではこの動画良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。次回の金魚屋さん日記も見てね。お楽しみに。